がちょうど始まったくらいで、うん、心配だろうからって言って面談を設けてくれたりとか、実際にやられてる方もいい雰囲気で仕事されていたので、うん、どうですか冷凍庫。いや寒いですどうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はギオンさんという会社さんにお邪魔してるんですけども、新入社員3名の方にお越しいただきました。で、ギオンさんはですね、運搬であったりとか大きく物流の業界に属される会社なんですけども、今回多分ほぼ初めてで物流業界を取り上げるので、これから業界を絞らずに就活している人たちに対して有益になる動画になったらなと思っております。よろしくお願いします。川崎センターで庫内作業をしております、末広整理です。ピッキングが得意です。川崎センターで庫内社員をしております、中島桃奈です。好きな作業は検品です。川崎センターで庫内作業をしている柳川文子です。今は入荷の検品を頑張ってます。皆さん、具体的に今やっている業務内容とお伺いしてもいいですか。今は外食チェーン店の仕分けをやっております。仕分けっていうのは物を運んで分けるっていう。そうですね、はい。中島さん、スーパーマーケットの仕分けですね。だいたいアイスクリームと冷凍食品がメインのセンターなので、基本的に私が出勤するとアイスクリームがすごい量各店舗ごとに台車に積まれていて、その後に検品作業に入っています。では柳川さん。私は午前中に倉庫に入ってくるいろんな商品を保管する前の入荷検品っていうのをさせてもらってて、その後は中島さんと一緒に出庫の方の検品作業っていうのに入ってます。あ、じゃあ結構皆さん業務内容は似てるっちゃ似てるんですね。どういう就活をそれぞれされて最終的に4歳入社されたかについてまずお聞きしたいなと思ってるんですけど、どうですか末広さん。自分はコロナのなるちょっと前ぐらいから動いてて、コロナになった時ぐらいに早めに決めようっていうか、そういう感じで就活はしてました。業界はどういうところを見てたんですか。でっかい合同説明会みたいなのを何回も行って、そこで気になったところに行って説明会を受けるっていう感じの就活をしてました。で、特に業界とか絞らずにっていう感じだったんですね。その中でなんでギオンさんに入社しようと思ったんですか。入社前にちょっと庫内作業とかの見学にさせてもらったんですけど、実際にやられてる方もいい雰囲気で仕事されていたので、ここに入って自分としても成長できると思うし、楽しく仕事ができるんじゃないかって思ったのが理由ですね。はい、私は大体大学の3年生の時からすごい学校全体でインターンシップに参加しなさいっていう雰囲気がすごかったので、とりあえずで動いていたところがあったんですけど、業界を決めずにいろんなインターンシップに参加しました。そこでその物流のインターンシップに参加した時に、人の生活に役立てる仕事っていうところで物流にすごい魅力を感じたところがあったので、物流をメインに他の業界も見ながら就職活動をしていきました。なんでギオンさんに最終的に入社しようと思ったんですか。合同説明会の時に待ち時間も丁寧にお話ししてくださっていて、すごい一つ一つ物流について詳しく説明してくださったのをすごい印象的に残っていまして、その後に大学4年生になってからの本格的な説明会に参加したんですけれども、その時に覚えていてくださって、すごい自分的にも安心できる会社かなっていうふうに思って就職を決めましたね。結構じゃあ会った社員さんの温かみとか人の良さみたいなところに惹かれたっていうことですね。では続いて柳川さん。就活は始めたのは2月半ばくらいから東京の方に来て、そこから一気に週5とかでいろいろ説明会とかインターンとかを受けてて、業界選びとしては一番主に考えてたのは食品の物流とか、卸とか、そういうのをもともと見てて、どちらかっていうと卸の会社の方をメインに見てたんですけど、食品の運送っていうところで調べてる時に指揮法とかをペラペラ見てて、興味を持って説明会行ったのが私のきっかけでした。じゃあ指揮法きっかけで知ったみたいなところある。入る前の印象と入ってからと、やっぱり力仕事もが、結構多いな、女性は多分大変だろうなっていう感じはありますね。私入荷の作業っていうのをさせてもらってるんですけど、機械使って商品と数と日付とかを一致させて入れるんですけど、ドタバタってしちゃうとテンパっちゃったりとかして失敗をするんですけど、もう皆さん、ああこれね大丈夫だよみたいな感じで誰も怒らないで、なんかあ気にしなくてい
たいな感じで、うん、本当に助かるなと思って、いつも。そうですね、もっと頑張ろうって思いますね。そうですね。あとは、予想以上に冷凍庫内がちょっと寒いっていうのがあるんですけど。何度ぐらいなんですか？マイナス28。まあまあ寒いですね。皆さんも冷凍庫に入られるんですか？私は、はい、入ります。どうですか冷凍庫？いや寒いです柳川さんが格納で入れる側なんですけど、はい、私は出す側で、うんうん、その店舗ごとのリストに合わせて商品を一個一個チェックしながら出していく作業をしているんですけど、うん、まだその商品のどこにあるかっていうのも覚えていなくて、一番自分が作業遅くてすごい毎回不安になりながら作業しているところもあるので、不安と寒さに駆られながらここだいたい2週間経ってで、多分3分ぐらいずつはこう早くなってきているので、うん、ちょっと嬉しくもあり焦りもありっていう状況で働いてます。そうですね、終わらないと出れないですもんね。そうですね。あと結構狭いので、うん、その1つの台車をこう持って歩くっていうだけでも結構邪魔になってしまうので、作業を効率よく進められるにはどうすればいいかなって今必死に考えてます。そうですね。どういう時が一番楽しいなって思いますか？入荷の方を携わらせてもらってるんですけど、最近やっとちょっと慣れてきて、山を越えた時にミスがなかった時の達成感とか、あと間接的にドライバーさんが上手だねみたいな感じのことを人伝いで聞いたりとかした時にあ、よかったなみたいな、いや、そうだよね、達成感がありますね。瀬広さん、周りの社員の方と協力して早く一緒に達成できたことが、まあ、そういうやりがいが感じます。中島さん、いかがですか？この前初めて300個のアイスを検品したんですけど、うん、その時に一つ足りないものがあるってなると、うん、全てをこう探し出して、うん、自分の検品のし忘れなのか、それとも流れてきていないものなのか、検品中のものなのかってそれぞれ可能性が考えられるので、うん、いつもこう上司の方が助けてくださって一緒に探して見つけ出していることが多かったんですけど、うん、その時は自分で一つ見つけ出してなんとか解決することができた時に、効率よく仕事ができるようになったのかなっていうふうに達成感を感じた時は、すごい楽しさっていうか嬉しさを感じました。うん、確かにいいですね。仕事上で、あ、これ失敗したなとか、ミスしちゃったなっていうこととかってありますか？5月から始まった取引先様の初日の時に、冷凍食品とアイスのそれぞれ検品があるんですけど、その時に台車にシールを貼るんですね。それのシールをアイス貼らなきゃいけないのに冷凍食品を貼ったんじゃないかっていうのを未だに気になっていて現在進行形なんですね。そうです。その後に検品をしてくださっていた方がシールが間違ってたからちょっと貼り直ししてたんだっていう風に教えてくださって、これ自分は絶対やったのかなっていう失敗に駆られています。でも本当か分かんないですよね、それは。いや、多分自分がやったんじゃないかってそれは確信めいたものがあるんですよねじゃあなんかこれを機に、まあ、ごめんなさいしていただいて、すいませんでした社会人としての目標みたいなところをお伺いできたらなと思います。まずは全体的な作業内容を覚えるっていうことはもちろんなんですけど、これから先自分も上司になってくると思うんで、徐々にですけど上司のあり方とかを伸ばしていければいいかなと思います。中島さん、まず自分の任せていただいている作業を効率よく終わらせることっていうのを目標にやっていきたいなっていうふうに思っていて、その後に自分が担当していない作業もそのつつなくこなせるような人材になっていきたいなっていうふうに思ってます。うん、仕事をすることが多くあって、自分の目いっぱいでやってちょっと気がつくのが遅くなることとかがあったりすることもあるので、うん、まあ、そういったところをもうちょっと視野を広げて仕事ができるようになりたいな。これから物流業界であったりとか、あとはまあ運搬とか、それに興味ない人でも意外と思考性が似てると向いてる方も多いと思うので、一つ選択肢として持っていただけたらなと思ってます。イオンさんは夏のインターンシップであったりとか、あと本選考も秋頃から始まるということで、下の概要欄に選考のリンクを貼ってあるので、よかったら興味のある方は覗いてみてください。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。